立派な石畳が残る裸足の道、熊野参詣道伊勢路の中でもここから300メートルは見事な石畳が続いています。他の峠道では見ることのない重厚で大きな石畳、その石敷きの荒々しさにこの工事の古さが推測できます。ここに見られるような根石を利用したものは伊勢路の中でも古い石畳と考えられます。道の途中にある2つの小さな祠に祀られている地蔵、首がなくなっていましたが近年首をつけた地蔵が2体並んでいます。途中からは他の峠道でも見ることのできる江戸時代の石畳の特徴を備えた道が続いています。棚田の石垣跡の横を通り雑木林を抜けると目の前に熊野灘が広がります。しばらくは熊野の海を横に見ながら大吹峠に向かいます。大吹峠は杉やヒノキが多い熊野参詣道伊勢路の中で独特の雰囲気を醸し出しています。登り口付近は雑木林の中を行きます。道の脇には野の花や虫がひっそりと佇んでいます。しばらく行くと目の前に竹やぶとヒノキが見えてきます。緩やかな坂道になってくるとヒノキ林の間を苔むした石段が見えてきます。峠にはイノシシから農作物を守る獅子垣があります。王子は根荒家といって住民総出で獅子垣の修復に当たったといいます。獅子垣を抜けると竹に囲まれた峠の茶屋跡があります。里から離れた峠道にある茶屋では周りにある竹を器として利用したといいます。大吹峠からの下りは杉やヒノキが多い伊勢路の中では珍しく竹が多く独特の雰囲気を持っています。竹林に囲まれた道を行くと大泊に出ます。